です。ノーカットの編集でお送りしています、1分間ゆったく。はい、今日もゆっくり、振り返りですね。私も外しましたけど、ジョネさんも、やばいって外してから、その前にこの収録ですね、この結果が出る前のこのジョネストドラムのこの収録を拝聴させての、意見となりましたけど、本当に先は読めないですね。まあ振り返りもいいですね。私もいろいろとこの、まあ話が飛びますけど、10年前のこのデイリーブレッドを使っていますけど、経済の振り返りですね、歴史は振り返りですけど、なかなかこの今回あれですね、1位の高市さん、を2位と3位が連合して逆転するということですね。選挙ほとんど中間層が石破さんに流れた、まあ、選挙目当てとかいろいろありますけど、安倍二次政権の誕生の時はこの、この石破さんが1位で、2位3位が連合して安倍政権、ということで、その時はあれですかね、よく、石破さん、まあ、5回もチャレンジで、諦めずにすごいですね、鳥取のこの忍耐強いこの、山陰の地方のそういう県民性が出て、この鳥取の方々は喜んでいるかと思います。私も沖縄ですけど、沖縄から総理大臣が出ると喜びますけど、そういう、地方ですね、どうしても今東京一極集中ということで、まあ、大都市がどうしても、活性化成長がありますけど、まあ、日本全体そうですよね、なかなか難しいところですけど、私も、経済学者、そういう政治学者じゃないですけど、本当に、この常年司チャンネルのニュースのトロガーを、まあ、障害学習の一レポートとして、なかなか楽しみですね。なかなかこの結果の発表前をして どうなるかですね。前回は円キャリで、まあ、アメリカがこの利下げですね、あと2回ぐらい 1% ぐらい利下げして、この日本が利上げして、高市さんはまた利上げになんかそういう警戒するコメントをしましたけど、あまりそういう政治がそれ、コメントする、石破さんも選挙中そういう、金融に関して増税という感じでだいぶこのーマーケットが反応しましたけど、どうなるかですよね。このインフレを、まあ、抑えるで、インフレデフレ、まあ、インフレを抑える利下げですね。そしてこのデフレを脱却するための利上げですよね。なかなかこの感じで、拝聴させていただきました。これは、収録したのが報道ジェネストライム後半で、もう、吉田凪さんがお仕事に行って、もう収録、取り直そうかと言ってましたけど、まあ、収録前のそういうことで、それも、一理楽しみがありますね。なかなか私も、自分の動画を振り返りますけど、自分の見通しが外れていますね。なかなか現実と見通しって難しいですね。本当に、政治は一寸闇で、後から理解できた、なるほどなということで、まあ、右寄りもちょっと右寄りも中道に、中間層に石破さんの方に、多くの自民党の先生方ですね、特に、選挙を控えている衆議院の先生方がそこに、まあ、岸田派とか、ちょっとその辺は分かりませんけど、だいぶ流れて一気にこの1位と2位が逆転したですね。前回の安倍、第二次政権の誕生とは逆の構図になったですね、まあ、すごいですね。その間石破さんは、ずっと、まあ、よく、待ち望んで、この首相の座を射止めて、まあ、一政治家としたらすごいですね。そういう、鳥取県民にとっては最大の喜びだと思いますけど、ね、忍耐する経験、最後に本当に、よかったですね、おめでとうございます。そうですね、はい、もう新首相、新総裁が決まったので、あと仲良くというか、そのまあ
幸福人事とか、みんな有力な、このリーダー、そういう我こそはと思う方々が手を挙げて、日本のリーダーに自民党総裁になるということを手を挙げた9人の方々ですよね。一人に決まりました、石破さんに決まりましたですね。はい、そういうこの、ジョネストドライブですね、振り返りで楽しみでしたですね。このジョネスカサチャンネルのニュースの虎顔から、ジョネストドラム、フライデー、石破総裁、爆誕前の収録です。日本経済の行き先にぬか喜び、兄上も甘いようでということで、実際、この外していますね。なかなかそういうので、なかなか新田さん、先取さんももう最初からもう石破さんはないということで、そっちであれですね、石破さんが あるかもわからんと言ったらいいけど、もう最初からもう石破さんがないということで、先に小泉さんか、高市さんかというそういう戦法でしたけど、意外やこの石破さんですね。すごいですね、菅さんの戦略家のキングメーカー菅さんか分かりませんけど、なるほどなということで、選挙ですね、選挙のと思いますけど、経済がどうなるんですか。マーケットがその前、そういう見方では、一時的にはさ、マーケット反応して下がるけど、落ち着くかとどうですね。一気に3万5千、3万1千、前回の3万割れがあるかどうか、円安も140円切るかどうか、どうですかね。また、この入れ替えて、この1週間、この岸田政権を維持するという日本のあれですね、このどうですかね、この竹下政権がしたように、地方創生かな、1億円をばらまきましたけど、そういうばらまきをするのか、再分配を地方にということですけど、どうなるか引き続きウォッチングしていきたいとですね、次回の収録の取り直しはですし、もう、しなかったですね。しないのもまた楽しいですよね。なかなかそういう、後と前を見るのも楽しいですね。そういう検証できますね。次回のジョネストドライムがあれですね、どうなるか、金曜日ですね、マーケット来週がどうなってる反応か、でも一時的いろいろこの、短期的に、長期的に結構経済と言ってますので、はい、もうそろそろあれですね、どうなるか、土日休みで、マーケットも休みですので、経済ですね、なかなかそういうことで、本当に、もう びっくりですね。それは素人びっくり。でも、専門家、そういう読み筋のプロの方は、なかなかこの、関ヶ原の戦いに、例えるのは あれですね、いかがなもんかとも思いましたけど、これ1、この、自民党ですけど、自民党のこの総裁が日本の首相ですので、この、関ヶ原戦い、でもおかしくない、かなと思いますけど、そういう、政治は一緒にやめと言ってますけど、経済ですね、経済は一時的なこのあるかも長期のこの経済法則に乗ってということですので、引き続き常連つくさチャンネルのニュースのトロガーをチェックしていきたいと思います。最後に、いろいろこの、時差とのこの、あっての、これも楽しみですね。そういう、情熱草チャンネルのニスのトロガーを大学講座の講座として、拝聴させていただきます。情熱草チャンネルのニスのトロガーから、ジョネストドラムフライデー、石破総裁、爆誕前の収録です。日本の経済の行き先に、ぬか喜び、アニメも甘いようでということで、はい、なかなか次回の、なかなか予測は予測ですね、なかなか、裏取りとか専門家の、新田さんもなかなか今回はこの自民党のこのあれですね、派閥も個人のそれぞれの
判断ですので、やっぱり個人一人一人は選挙区を抱えていますので、個人の判断でこういう、まあ、前回はどうですかね、派閥の動きで、今回はもう、まあ、派閥はそれぞれ個人のですね、議員さんの、特に中間層の議員さんですね、やっぱり、一般市民なよりか国会議員でありたいっていうのが、まあ、議員さんの本音かなと思います。マサトです。本当に、コーヒーお茶飲みながらの1分間4択でした。はい、次回のジョネストドライブフライデーを楽しみにしています。マサトでした。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回のニュースで1分間4択でお会いいたしましょう。マサトでした。シュアゲネス、パッションプロジュ、シャロム、シャロム、シャロム。